本社ビルトタルは、フランスのパリキンコーラデファンス日本、国際石油資本であり、スーパーメジャーの6社のうちの1社である。石油科学の研究、開発では、世界屈指である。潤滑油の分野では、モータースポーツに進出している自動車企業への、サポートや技術コンタクトを行っている。このため、エルフ、トタル、ペトルフィナ3社が合併する前のそれぞれのブランドは、 自動車メーカーの推奨燃料、潤滑油の指定を受けていた。ユーロネクストパリ、ニューヨーク証券取引所上場企業。商標はトータル、エルフ。トータルは1924年にフランス石油会社として設立された。第二次世界大戦後から1970年代まで世界の石油の生産をほぼ独占状態に置いたセブンシスターズに次ぐ8番目のフランス石油。 CFP として特にフランス語圏で大きな力を発揮した。1970年代あたりからシトロエンのラリーカーを支援するようになった。1985年6月21日にトタルフランス石油に改名した。この頃から全日本ツーリングカー選手権に参戦していたカルソニックスカイラインや海一のウィリアムズ、ルノーのスポンサーを務めるようになった。 1991年6月26日にトタルに社名変更した。1999年にベルギーのペトルフィナの経験を取得、統合しトタルフィナとなった。2000年にはフランスのエルフアーキテーヌを吸収した。統合当初の社名はトタルフィナエルフだったが2003年に社名をトタルに戻した。以後、スマートグリッドへの投資を積極的に展開している。 この間、1995年から、ジョーダングランプリのスポンサーとして、トタルが活動していた一方で、1997から2000年までエルフは、海一での燃料供給はあったが、スポンサーロゴは出さなくなった。2001年のベネトンで、エルフロゴが復活。その間に、前述の社名変更があったが、2008年までは、ルノーエンジンを使用するチームの燃料供給は、 エルフ名義となっていた。そして、2009年からは、レッドブルーレーシングのスポンサーを開始し、2010年から2013年まで4年連続で、チャンピオンを獲得した。ただし、2016年で同社の燃料を使用していた、チームが他社のメーカーに切り替えたこともあり、同年をもって、トタルの F1 の活動が終了する形となった。WRC においては、 シトロエンとセバスチャン・ローブによって8年連続で世界タイトルを獲得。また、インターナショナルルマンカップでは、プジョー908にて2011年度のタイトルを獲得するなど、世界選手権の3大タイトルを獲得している。再生可能エネルギー事業の関連では2011年4月、アメリカ合衆国の太陽光発電パネル事業者のサンパワーを買収、とし、 2016年5月、フランスの電池メーカーのサフトを買収、同年6月、ベルギーの電力事業者ラ・アンピリスを買収している。トタルのガソリンスタンド世界42カ国以上で、原油や天然ガスの採掘を行い、世界30カ所の製油プラントで、生成50カ所に及ぶ生産拠点、150カ国以上に販売拠点を持ち、世界1万7000カ所のガソリンスタンドを、 展開している。エルフブランドのシューズは広島火星、ジャケットおよびグローブはフラッグシップがライセンス生産している。日本ではエンジンオイルのメーカーとしてビジネス展開しているのが有名である。日本で販売される同社のオイルは基本的には海外の本社工場から輸入しているが需要の多い製品など一部日本国内でライセンス生産しているものもある。 エルフブランドのエンジンオイルの輸入代理店はユニコ、エルフジャパンと経て、現在はトタルルブリカンツジャパンに、トタルブランドは大森商事からトタルルブリカンツジャパンに、フィナ。フィナは日本ではプレミアムブレンドとなっているために高価格設定を維持し、販売店も限定している。なおエルフのガソリン添加剤に関してはカーメイトの取り扱いとなっている。 トタルグループの科学部門は、アトフィナグループで接着剤、樹脂、ゴム製品などの特性のあるポリマー関連の基礎科学を専門にしている。グループ会社のアトテックでは電解メッキに使う添加剤及び無電解メッキの薬液を研究開発しており、アジア圏内では最大シェアを誇る。ありがとうございます。